味噌作り、私はそうですね、日頃は創遊社という塾で30年ばかり塾をやっておりまして、子どもたちの勉強ですとか勉強を通じながら、健康面ですとかそういうことも見てまいりましてね。で、子どもたちって成長期ですね。ちょうど中学生って成長期なんですけど、その子たちの姿勢ですとかね、鉛筆の持ち方、箸の持ち方、お弁当も見る機会があります。で、アレルギーがものすごく多くなってる。いろんな骨折がまたすごく多いんですね。で、そんなことずっと見ていて、である時主人が作業をしまして、そういうことがこう長年の間に、いつの間にか長年になってる長年の間にですね、食がなんか関係あるかなっていうふうに思うようになって、そして食を勉強するきっかけができました。で、このお味噌作りを始めるのは、そのきっかけとなったのは今年の2月に、お味噌でおからと豆乳を使いまして、で、もちろん麹は使うんですけどね。それで簡単にできるお味噌を教えていただいて、で、その先生が、もう僕はね、少しでも多くの人に知っていただければもうそれだけでいいんだよって言って、何のご商売してるかも分からなくて、で、分からなかったし、まあでも実は生の酵素をね、手作り酵素を作ってらっしゃる先生だったんですね。で、その方が、簡単なお味噌を教えてくださいました。これは素晴らしい、伝統っていうのもあるし、日本のね、食文化ですから、それを私もお伝えしてよろしいですかっていうことをお尋ねしたんです。そうしましたら、どうぞどうぞ一人でも多くの方にお伝えするためには、もうどなたでもいいからこういうことをやっていただける方はどんどんやってください。で、そうおっしゃっていただいて、西村先生とおっしゃるんですけど、その方のやり方でやらせていただくことになりました。で、その後ですね、6月ぐらいに食材にすごく意識が高まってきてですね、食材を探しにいろんな地域に行きまして、新潟ですとか、大分県の佐伯市ですとか、北海道の方に出会って北海道のお野菜いただいたりとか、いろんなことをしているうちに、あさり妙法さんという麹屋ウーマンに出会うんですね。で、その方も、もう全然商売なんだのじゃない、とにかく広めることが大事なんだということで、じゃあ同じように私もさせてくださいということで、許可をいただいて今やっております。で、皆さんこんにちはの挨拶の後、お元気ですかってよくやりますよね。話しますよね。お元気ですか、皆さん。はい、今日いらっしゃってる今日いらっしゃってる方、皆さんお元気なの私も存じておりまして、でもね、最近は生活習慣、中間病いかがですかって聞くこと多くないですか。大丈夫ですか、デートっていうね、そんな会話になることが多いですね。で、やっぱり人ってその家族や大切な人の健康を願っている。そしてそれがあってこそ次なる美しさですとか豊かさっていうところが来るんだと思う。で、人の美しさにはこう躍動感があったり、元気っていう躍動感があったり、生きているんだって実感することってなかなかないかもしれないけど、そこが大事ですよねっていう話を最近させていただくようになっているっていうのが今の私です。で、生活習慣病って何がありますかって言ったら、大体先生教えていただいた先生方にすごく勉強させていただいたことがあるんですけどね、脳卒中ですとか心臓病ですとか、そう高血圧ですとか、そういうことをよく聞きますけれども、それ以外にですね、もしかしたらこれも生活習慣病なんじゃないのっていう、現代病と言われるものなんですけども、うつ、パニック障害、不眠症、低体温症、熱中症、花粉症、子宮内膜症、不妊症が、それから潰瘍性大腸炎、クローン病、過敏性腸炎、最後自殺は病気じゃないんですが、最後はあそこまでいっちゃうんですね、日本の場合特にね。で、ライオンさんにこの病気ありますか。ライオンないですよね。野生動物にこういう病気があってなんか死にましたって話聞いたことないですよね。草食動物なんかがもし違うものを食べたら、それはもう本当に死に至るっていうぐらいに、食性を間違えると普通は大変なことになる。それが人間の場合はそうじゃなくてね、
いろんなものを食べるし、いろんな空気も吸うし、体は思いっきり冷えるし、そういう生活をしていて、例えば冷えるって言ったらこうエアコンですね。エアコンは上から冷やしますよね。冷たい空気どこに行きますかって言ったら、昔クイズになりませんでした、お風呂上はお菓子下はお水。今の子たちに言っても全然循環風呂だから全然通じないんですけど、とにかく下が冷たくて上が暖かいっていう生活を夏も冬もしてるんですよね。そうすると体の中は水分だから、どうしても冷たいものが下に行くのに、さらに下から冷やすっていうことが起こって、で上は暖かいのにもうぼーっとしてる。で子供たちがぼやーんと授業中にしてるのは当たり前なんだなっていうのがすごくよく分かる。その冷えが相当原因してるっていうふうに言われてるんですね。これがで不眠症なんていうのはですね、この間電車でね、学面で最近動画がありますよね。あれで不眠症は病気ですって書いてある。へーって読んでて、でその後に夜遅くまでゲームをしていたり深夜まで起きていて、夜その作業をしてるから当然朝起きられない、これは病気ですか、そうなんだって。その後に薬で治しましょうってコマーシャルなんですよ。そうなのって、不眠症になるようなことしなきゃいいんでしょって言わずにお医者様に相談しましょうって出てるんです。でこれはおかしいでしょって、もう本当に電車の中でおかしいでしょって、外の人、周りの人がどう思われたかわからないけど、そんな風にね気分でいたんですけども、そういうことがね あって、私たちの体っていうのは冷えと、それから、まあ、添加物ですとか、化学反応とかいろんなものに侵されていく可能性がある。それでこんなものが出てきているんじゃないかって、人間全体を一つとして見てくださるお医者様たちはそんな風におっしゃいます。まあ、人間自殺っていう行為って絶対おかしくってね、宇宙がドカンとこうできてから生命っていうものが出来上がると、その生命って死ぬまで生き続けようとするのが細胞なんです。で自分からこう死んでいくものって、まあ、あんまりないっていうか聞いたことがない。ずっとそれは生き続けて死ぬまで生き続けるっていうのがプログラムされてるはずなのに、自ら命を絶つのはやっぱり人間だけでおかしいんじゃないかっていう、仕組みがおかしくなってるってことですね。あ、戻れない、すいません。で私は、ファスティングマイスターという仕事をこちらの、ファスティングマイスター学院勉強させていただいて、そういう資格を取っております。心と体の元気を備える、私自身、まあ、うちのチームではきれいな日本人プロジェクトというふうに呼んでやっております。分子整合医学という医学をもとに、美容を含めた健康食育活動を行い社会に貢献する、まああと書いてある通りなんですが、とにかく心身ともに健全となる食の形や、それを習慣化していくっていうことが、食とそれからファスティングっていう、まず体をきれいにしていってから食生活も変えていきましょうっていう、そういうことをしています。で、ファスティングマイスターの立場からというのはそういう意味で書いております。で今日やるのはびっくり簡単安全安心おいしい、これ5拍子それてすごくないですか。ね、もう後で本当だって絶対に思います。はい、で日本の伝統食は健康食、思いが伝わるお味噌を次世代へって、この次世代へがやりたくて、もう子供育ち上がっちゃったらね、この次世代へっていうことがやりたいなと思って、先生方とつながったんだなっていうふうに思います。人間の知恵と微生物の働きによって生み出された味噌や発酵食品の力を見直しましょう。日本人が大切にしてきた食文化、神と富士、自分たちの土地の中、地方、自分が動ける範囲の中の食べ物、または一つの食べ物もお魚の尻尾から頭の先まで、頭の先から尻尾まで全部昔は食べていた、尻尾をこうかじってた、かじってるっていうのか、なんかぬめっとしたのをね、父なんかがこう食べてたのを記憶にしてますけども、やっぱり全体を食べてそのお魚の栄養だっていうことらしいんですね。でそういうことを今忘れて切り身だけなんです。私もついこの間まで切り身しか買ってなかったんですけど、今の食事が5年後10年後の未来を
作っている自分の体はもちろんそうですけど、子どもたちが今本当にそういうところにあるので、今こそ考え直していくのが必要でしょう。お味噌はもちろん菌で、麹菌という菌でできるんですけれども、日本はすごく菌がたくさんあるんですって。でこれ風が書いてないんですけど、日本はねこういう海流が4つありまして、それに伴って4つの風が来るんですね、季節によって。でそのことで菌の成長がものすごくあちこちで違っていい菌が生まれるそうです。で日本は常在菌の宝庫と言われていて、1グラムの土に1億個の菌が生息しているということで、バイオハンターっていう人たちがいてね、世界中の人たちがこうお薬を作る人たちがこうやってきて菌を探して帰るそうなんですけど、そのぐらいにすごいそう。で椎茸菌っていうのは奄美大島から風に乗って本州にやってきたっていうふうに言われていて、まあ日本のあたりっていうのはそういう菌がいっぱい飛んで回って、で世界的に見ると南半球では酢酸菌、そして北半球では乳酸菌、ブルガリアヨーグルトって言いますよね、そういう菌が飛んでるそうです。お味噌の始まりは遣唐使の頃からと言われていて、701年の大法律令にも文献があって、税金として存在したっていうか相当こう献上されていたものだということ。これは調べればインターネットでたくさん出てますので、なんといきますね。とにかく歴史がありますよ。で、名君と言われる人たちも、そこに3つの旗がありますけれども、戦い、戦には栄養価と保存性が必要ですよね。みんなでこう、軍を束ねていく、その中で栄養をつけなきゃいけない、腐っては困るっていうのがあったりして、味噌汁とか味噌漬けを活用していたという。お味噌の力、要はお味噌という発酵食品、これは微生物の有によって有機物が分解され特定の物質を作っていく現象です。でお味噌は微生物の塊で、これ生きているものも死んでいるものも全部入っていて、その生き物の力が入っている、どんなに小さくても生き物の力が入っているということで、相当な力があるということをここから。で発酵食品になると大豆は、納豆や味噌になるとものすごく力を発揮するって、もう矢印の通りなんですけどね、そういうことです。で抗酸化作用ですとか、酵素が生成されるので代謝が円滑になる。その代謝っていうのはすごくさっき申し上げたように、体の温度とかね、そういうものを循環させて良くなっていく。で保存が可能ですね、長期。これ何回か聞いた方いらっしゃるかと思うんですけども、天然塩と味噌が救った命、原爆で被爆しても原爆症が出なかった人たちがいらっしゃる。で1945年8月9日長崎に原爆が投下されました。その爆心地からたった 1.8 キロのところで、当時フランシスコ病院医長であった秋月達一郎博士と病院関係者は全員被爆したんですね。で被爆したんですが、原爆症にかからなかった全員で、博士は焼けたれて痛がる人々に水を飲んではいかんぞと大声で怒鳴った。おそらく直感的に血液の濃度を保ち、血液を水で薄めることなくガードしたのだろうと。でこのなんで水がいけないのかって思いますよね。で私もね、なんでかなって思ってて、でとにかく辛いものがいいとかそんなことを言って、甘いものはいけないとか砂糖がダメだとか、で砂糖って血液を汚すんです。で、お水っていうのはね、体が危機的状況になった時、またはもうすごく緊張した時とか喉が渇いたりしますよね。でそういう時って、お水欲しがるんです体が。で被爆した時ももう危機的状況にあるから水水って言ってみんな飛び込んだっていうことがあったと思うんですけども、あれは水を欲しがって飲んでしまうと亡くなっちゃう。末後の水って言いますよね。もうそういうもう本当の危機ってなった時に最後の水が欲しいんです。ですからこの理屈はなるほどって最近私も分かったんですけれども、そこで取らなくちゃいけないものはね、レントゲン技師さんとかそういう方々はよくご存知らしいんですが、放射線縮水と呼ばれる、放射線のお仕事をしていると浴びることもありますよね。
こう体がだるいとか頭痛っていう症状が起こった時には生理食塩水より少し多めの塩分を含んだ水を飲むそうなんです。その技師の方たちもね。でそのことをお医者様が知ってらしたので、まあそれを味噌汁で、エグはかぼちゃの地にわかめを置くと。で砂糖を禁じたのは、砂糖は造血細胞に対する毒素であり、逆に塩のナトリウムイオンは造血細胞の活力を与えるということを知ってらした。でこれは体質医学ということで、ちゃんとしたあの教科書があるというか、そういう教えがあるそうですね。まあ、そういうことで、お味噌を取るとですね、善玉菌が増え腸内環境が良くなる。腸内細菌の善玉菌は植物の繊維成分、もたくさん繊維成分が出ますが、それを栄養源として増殖します。味噌の発酵が進むにつれてジコピリン酸という抗酸化作用の強い物質が生成されるよって、放射線の無毒化に役立つと言われていて、実際に、今の福島でもね、そういうものが取り入れられているという話はよく聞きます。これはきれいな血液ね、ドロドロ粘っちゃいけませんよ。これにも大きく、お味噌がちゃんと力を発揮してくれますよ。酸素、酵素、アルカリ、栄養バランス、これもしっかり取れますね。煮干しですとか椎茸などのだし汁、海藻類などを入れると、まあ、免疫力を上げるだけではなくて、栄養源ですとかそういう体に悪いものを海藻に巻きつけて排出するっていう、粘りのあるものはそういう役割をするということで、お味噌汁を使うと非常にいいよという。広島大学、ここもやはり広島ということでこういう研究所があるそうなんですが、お味噌は放射線、中性子線で、誘発される肝臓がん、これを、抑制するということが分かった。放射線、X 線で崩壊した小腸腺の再生に熟成度の高い、味噌が最も効果的との結果が出たということ、これはもう事実であるということで取り入れましょうっていうお話をされているそうです。260日熟成って書いてありますが、今私が作ったそのお味噌がちょうど260日ぐらいのところなんですけど、本当に美味しくなりますね。でこれ3年ものぐらいにしていくと、またそれはそれですごくいい濃くなるのができるそうなので、2つ作られるといいかもしれないですね、もう熟成用にね。はい、では味噌の材料です。自然のままのお味噌は原料はこれしか書いてないはずなんです。こう裏を見た時にね、これ以外書いてあったらそれは添加物ですよ。お味噌の成分は、まあ、皆さんご存知のイソフラボン、女性はもうこれがとても大事だと思うんですね。で各種アミノ酸、カルシウムも豊富だそうですよ、あの体質に含まれて。でビタミン B、 これはお肌に最良の皆さん、こちらの皆さん。で鉄もそうですね。でタンパク質はアミノ酸に、で脂肪は大豆の細胞膜、一つ一つの細胞膜の中にね、包まれているので、それが分離しちゃうとか酸化するとかっていうことがなく安定しているそうです。糖質の 80% はブドウ糖になってしまうので、その糖分の心配とかそういうことはありません。レシチンに含まれる豊富なコニンがこの脳に、神経伝達をするとか、そういうことを行ってくれるので、まあ、脳とか精神的な疾患にも非常に役立つということだそうですね。で麹と大豆と塩それぞれなんですが、麹は大豆の中で他の菌に負けることなく、もう一気にグワーって最初に働く。でこれは黒菌にもなっているので、今非常にこう存在が危ぶまれていると。大事にね、麹屋さんが存続してくれなくちゃいけない。だから私たちが広めて、今日だって相当の麹が使われますので、ね、麹屋さんありがたいと思ってらっしゃると思いますね。完全に有機栽培ですから、きっと。で胃薬は麹菌を培養しているものだということが、いろいろ調べていたら分かりまして、なんでそうだったんだっていう感じなんですけどね。胃薬飲まなくても、なんだお味噌でいいんじゃないっていう、実はこういうことですよね。で大豆は放たれたその麹菌によって豊富なでんぷんが糖に分解されていきます。だから若いお味噌は甘いんですね。
でんぷんが少なくなると雑菌類による発酵が始まっている。でこれがそれぞれの味を、皆さんの味を生む原因となりますので、今日はいい雑菌を混ぜます。はい、で塩は腐敗菌の繁殖を妨げ麹菌の繁殖を助けるということです。ここはややこしいので資料を見ながら差し上げる。茶色くなるのは化学変化による可変という、とてもね保存性に必要なものなんですね。であとはコレステロールの吸収を防ぎ重金属を一緒にこう排泄するっていう、そういうことが確かめられたということで、最近すごくその力が認められているそうです。で大豆といえど、畑の肉と呼ばれるタンパク質が豊富なものなので、これ非常に消化されにくいそうです。ですが微生物の働きで消化されやすいように分解されています。脂質やミネラルも豊富、多量の酵素が体内の代謝を活発にする。もう何度も同じようなこと出てきますが、もうみんなそれぞれにね同じようないい成分が入っている。で自然塩でなければいけない理由っていうのは、やはり生成塩は化学物質だと思っていいそうですね。でこれはやっぱり地球のその生態系の大循環というフィルターにかけられた、要するに海の水ですよね。でそこには相当のミネラルが、含まれている。で多量元素、少量元素、微量元素、超微量元素っていうの相当な種類があるそうなんですが、ヒ素とかいけないんじゃないのなんていうものももう超微量に存在しているんですね。で海もそうですけど、私たちの体内も実はそういう、海の古代の海のね、天然の海のバランスになっているとちょうどいいらしいです。今日は白米麹を使います。玄米麹がですね、最近温度のせいかでもないでしょうけど、その時々によってこう出来栄えがね固くできてなかなか粘らないっていう、最近ちょっと粘りが悪かったものですから、今日は白米に全部しました。美味しいお味噌は美味しそうっていうその香り、今日もああ美味しいって思っていただいた、もうそれが一番ですね。不回収は良くないよ。この5元素があるからだから美味しいんだっていうのが、旨味、甘味、辛味、苦味、酸味、それぞれの成分から来ている。これを五味と言う。なぜ美味しいかというのはこういうことらしいです。で、私たちが今やっていこうとする価格の、ね、低い大量生産の味噌じゃなくて、醤油もそうなんですけど、ちゃんと発酵させたものを使いたいですよね。というで、そうでないものは科学的に即上させたものとなるなっているということです。で大豆は脱脂加工大豆というものを使っていることが多くて、後ろを見てみるとそう書いてあるのがありますけれども、それはやはり良くないですよね。アミノ酸やカラメル色素を添加する、生産現場や輸送の貯蔵過程に不安がある、こんなことがその不安の原因になると。アミノ酸やカラメル色素についてはまた違う場面で勉強したいと思います。今日はその先に行きます。はい、目指すのは生命の質を上げることだというふうに私たちは思っておりますので、今日はその質を上げるものを作っていきましょう。決して洗わないでください。自身の先ほどの常在菌ですとか雑菌もですね、混ぜ込むことで自分の免疫力、自分にとっての免疫力を上げる内容のお味噌にしていくので、ぜひとも石鹸できれいに洗わないでください。やりながらコツは説明していきますが、大体不安なのが作るときはみんな一緒だからいいんですね。でお家でどうやって保存するのってことなんですけども、保存するときは冷暗所、そんなに私はね、キッチンのカウンターの下に入れてますけれども、真夏でも全然大丈夫です。真夏でも全然問題なくて、逆に温度差が激しい方が美味しく出るから、
それが一番でちょっとカビが入ってきたりしてなと思ったら薄くそこだけ取ってで空気に触れないようにあのラップじゃなくてね私今日コーヒーフィルター の, あの茶色いの持ってきましたからあれを敷いてくださいそれが一番ですねということでスタートいたしましょうはい、今日早く作っちゃいたいと思いますでは手を洗ってきてこの皮出ます今米麹と麦麹を混ぜて発酵を促し粘りが出るぐらいまで揉み続けます100g の石を入れてなじませますはい。塩が麹に馴染んだらおからを投入しますカッパなしですすいません、ありがとうございますちょっと見てもらってもう触れないんですか大丈夫ですよかった、よかったで、はい、固まるぐらいになりましたいきますはいおからが馴染んできたら豆乳を入れてあとは今度は練ります、はいはい、味噌玉の完成です。よいしょ。空気が入らないように押して押して。色変わるんですね。はい、表面を平らにします。お塩で蓋をします。はい、完成です。完成です。お塩を塗った後は、これはコーヒーのペーパーフィルターですが、漂白をしていない茶色いペーパーフィルターをまんべんなく塗った方がいいですか？まんべんなく置いて蓋をします。今回はペーパーフィルターを使いましたが、和紙でも OK です。で完成です。できました。違う。これは塩が麹になるのでどんな感じ？これは豆乳の味が濃いです。すごいもうなんか粉々感になってる。あんな風に粉々になるの。
進むと発酵が進むと。おー、いいですね。